ご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。
お集まりいただいてありがとうございます。平成15年度の第1回目 の、 夜間セミナーでございます。センターは今年度3人の客員教授の方を お迎えするんですけれども、今お名前がありましたジョセフィン・コー先生は今年度の第1番目 の、 客員教授でいらっしゃいます。で、恒例によりまして私の方からジョセフィン・コー先生のご紹介をさせていただきます。コー先生は今年度4月から9月までこの IGS においでいただけるんですけれども、台湾のセクシャリティ、ジェンダー研究におけるセクシャリティ・スタッチ・ジェンダー研究における指導的研究者として知られている方です。で、現在台湾の母校にございますけれども、台湾国立中央大学の英語学部の教授でいらっしゃると同時に、同大学のセクシュアリティ研究センター、英語名ではセンター for the Studies of Sexuality のコーディネーターとして、創立以来務めておられます。で、中国語の誕生後でご紹介いたしますけれども、たくさんのご本があります。それにさらに、現著書もございます。で、台湾においてのセクシャリティの問題を公の場で検討したり研究することがタブーではなくなったのは1990年代に入ってのことでございました。で、ホー先生はセクシャリティ研究を推進する学問的な活動だけではなくて、セクシャルハラスメント概念、この概念を台湾に定着させるなど社会的な活動に積極的に関与してこられました。で、このような台湾社会における変化をもたらす上で大きな役割を果たされたことから、1994年にはユナイティッド・イブニング・ニュースよりウーマン・フー・チェンジド・台湾賞、並びにインディペンデンス・イブニング・ニュースからウーマン・フォー・ザ・イヤー賞を受賞しておられます。で、当センターでは先ほど河野教授の方からご紹介がありましたように、5回にわたって東アジアにおけるジェンダースラッシュセクシャリティ理論と政治の諸課題というテーマでセミナーをいたします。で、スラッシュがやたらと出てくるんですが、このスラッシュというのが後で先生のご講義の時に非常に重要な意味を持っておりますので、スラッシュというのを省略せずに申し上げました。で、ここにたくさんご本がございます。私ども日本人は漢字が読める分だけですね、この本は一体何なんだろうとお思いになるかもしれません。一番上のうちが後ろの方のため申しますと、豪快の豪、その次が爽快、爽やかな爽快の爽、女人でございます。で、これは英語の翻訳を申し上げますと、 The Gallant Woman Feminism and Sexuality Sexual Feminism、 ごめんなさい、何でしょう、セクシュアル何でしょう、エマスネーション、キャプション、キャプション、ごめんなさい、後で申し上げます。ザ・ギャラント・ウーマン、フェミニズム・エンド・セクシュアル・エマンシペーションでよろしいでしょう。それからこれはこういう漢字がついておりまして、風土国女人と書いております。これはジェンダード・ネーション、セクシャリティ・キャピタル・アンド・カルチャーという訳がついております。それからだんだんと面白いタイトルになりますが、性・心情と書いてございます。で、この翻訳はセクシャル・スラッシュ・ムーズでコロンがありまして、アフテラピューティング・エンド・リバトリーリポート、リポート・オン・フィーメイル・セクシャリティという訳でございます。それから、時間とって申し訳ございません。これが先ほど申しました、セイ、スラッシュ、分かれる、別ですね。
それから学校のコートを添えられる、この辺になると少しお分かりになるかもわかりません。ラディカルセクシャリティ、エデュケーション、それからコロンでジェンダースラスセクシャリティエデュケーションフォーザニュージェネレーションということです。それからこれが公職女人となっております。でこの役がアドミラブルスラッシュアモーラスウーマンということで、大変刺激的でワクワクするような語法がたくさん書いておられます。それでは私がたくさん時間を使っていけませんので、ご紹介をこれで終わらせていただきます。では最後までよろしくお願いします。はい、それでは始めます。私先ほど時間の進め方について説明をしませんでしたが、これから1時間程度先生に話をしていただきます。で逐次通訳をシューバツダルトランスレーター伊藤さんがおやりになります。それで、7時半から7時45分ちょっとそういうわけにいきませんね、若干ずれると思いますが、根村さんがコメンテーターをしていただきます。それから15分間の休憩の後、ディスカッションですが、休み中に、そこに質問票をお持ちだと思いますが、その中に質問をお書きください。で、それの中から適当に選ばせていただいて、後の質疑応答に変えさせていただきます。それからこれがありますので、若干室内が暗くなるかと思いますが、ご承知ください。では、本さんよろしくお願いします。通訳入るために実質30分になってしまいます。ですので議論がやや飛んだりすることがあると思いますので、分かりにくいところは質問をしてください。3番目に、短い時間で皆さんにいろいろ理解していただくために中国語ですけれどもパワーポイントを用意しました。そちらもご覧になられて、ください。 Okay, I'm just going to go right into my lectureTo come to Japan and talk about pornography carries a special significance for me, because Japan is probably the biggest producer and exporter of pornographic materials in East Asia. Millions of youth in the region have found affirmation and satisfaction since their initial sexual impulses with the help of Japanese comic books or AV films. What's more, it is not only the boys who make use of such materials,Lots of girls also benefit too. The other day, one of my colleagues was telling me how one of the prominent lesbian writers in Taiwan nurtured her queerness with all the manifest and latent perversions in Japanese comic books, not to mention the many Taiwanese gays who have found their identity mediated through the many gay erotic comic books produced right here in Japan.
Still, as important as these erotic pornographic productions are for the development of social selves of today's youth, there is a persistent antagonism against sexually insinuating or sexually explicit materials in the name of the youth themselves in most countries and regions. In tonight's lecture, I would like to first address how anti-pornography discourses drew upon gender and generation assumptions. And then I will go on to point out how a new female sexual agency, most visible among the young women of East Asia, is now progressively complicating the gender sexuality system that the anti-pornography stance relies upon.日本に来てポルノグラフィーについて語ることができるということに私は特別な考えを持っています。それは多分日本がポルノグラフィーに関して東アジア最大の生産国であり輸出国であるからでしょう。東アジア地域では何百万もの若者が日本をコミックスや AV フィルムに触れることで思春期に訪れる最初の性的な衝動を肯定的にそして喜ばしい体験として迎えています。 こうしたメディアを利用しているのは男の子たちだけではありません。多くの少女も恩恵を受けています。先日のことですが、ある私の同僚は台湾の著名なレスビアン作家の一人がいかに日本のコミックスに出てくる様々な工作的表現に接することで彼女のクイアーな資質を育てることができたのかを話してくれました。同じことは台湾のゲイについても言えます。 彼らは日本で生産されるゲイのエロティックなコミックスを通じて自分たちのアイデンティティを発見したのです。このようにエロティックなそしてポルノグラフィックなメディアは今日の若者の性的な自我を成熟させる上で重要な役割を果たしています。にもかかわらず、ほとんどの国や地域では性的な含みのある、あるいはあからさまに性的なメッセージを持つメディアに対して根強い反対があります。それも 若者のためという名目で、この講義で私はアンティポルノグラフィー言説がジェンダーや世代に関するどのような前提によって立っているかを検討し、その上で新しい女性の性的行為主体性についての議論を提起したいと思います。この女性の性的行為主体性は東アジアの若い女性の間で顕著に見られますが、 それがアンチポルノグラフィーが依拠しているジェンダースラッシュセクシュアリティシステムをどのように複雑化させているのかということを述べていきます。 I'm sure that's very relevant. Western researchers have shown that the modern sense of pornography, literally writing about whores, in fact began with a concern to regulate social life through, among other things, regulating and studying prostitutes. What we now refer to as pornography, that is pictures, writing, or other material that is sexually explicit, did not call for social concern until dramatic social changes in the 19th century brought on a general trend of the democratization of culture, to which the culturally and politically powerful responded by limiting the circulation of certain questionable texts. The first anti-pornography discourse was thus mostly framed in protectionist language that carried strong class, gender, age assumptions against the so-called obscenities. It was believed that only adults, especially middle class and educated males, had enough intellect and moral fiber to keep themselves safe from the harm of pornographic materials, while the pure and feeble-minded, sexless young women and children must be shielded from ever coming into contact with such material. Significantly, other contemporary measures in the 19th century, such as penile rings for boys regarding voluntary erections at night, and clitoridectomy for girls with strong masturbatory impulses, painted a completely different picture about their seemingly uncontrollable sexual desire. 西洋の研究者たちは、ポルノグラフィー、文字通りに言うと、娼婦についての記述の近代的な意味が、売春婦を取り締まったり、研究することなどを通じて社会生活を
帰省しようとする関心に発しているということを明確にしてきました。今日私たちがポルノグラフィーと呼んでいるもの、つまり明らかに性的な内容を持つ絵画、記述などの資料は、19世紀に文化の民主化を求める広範な動きが出てくるまでは社会的な関心を引くことはありませんでした。しかし一旦このような動きが出てくると、文化的そして政治的権力を持つ者たちは疑わしいテキストの流通を規制しようとしたのでした。このため最初のアンチポルノグラフィー変説は、いわゆるわいせつなものからの保護を求める言語として現れました。そしてこうした言語は階級、ジェンダー、そして年齢という点で一定の前提に立っていました。例えば成人男性、特に中産階級で教育のある層だけがポルノグラフィーの害から身を守るための知性と道徳的資質を備えていると考えられていたのです。そして純粋で精神が薄弱な性的関係を持ったことのない若い女性や子どもはポルノグラフィーと接触しないように守られる必要があると考えられたのです。他方で同じ19世紀には逃避不可能と考えられた性的欲求に関して全く逆の方向への補完的措置も取られました。例えば夜無意識のうちに勃起する女性の少年のためにはフェンスを触らせないようにするための器具を使ったり、マスターベーションの強い衝動に駆られる女の子たちに対してはクリトリスの切除を施すといった対策です。 Feminist anti-pornography discourses in the 1970s gave up on vague moralistic labels such as obscenity and instead conducted gender power analyses of both the nature and presentation of pornographic materials and the oppressive industry that produced and disseminated them, thus moving pornography from the realm of morality and representation to the realm of politics and inequality. The move, while creating powerful and insightful critiques of gender stereotypes in sexually explicit materials, also affected the grounds for discussions of female sexual agency. For if the concept of obscenity allowed some room for debate due to differences in meaning interpretation, the feminist critique of pornography often carries such a resolute political imperative that little room is left for alternative views. Formulated mostly in a formalistic and essentialistic framework, the critical strategy lent itself easily to gender-only analyses of unfamiliar sexual images as simply exemplifying gender inequality and male domination, even having the power to spark fantasy, to incite lust, and to provoke action. As concrete acts of male violence against women, as male supremacy in its most graphic embodiment, pornography thus affords no room for female sexual agency at all. As Andrea Dworkin puts it, the pleasure of the male requires the annihilation of women's sexual integrity. According to this logic, only the elimination of pornography. 1970年代のフェミニストによるアンチポルノグラフィー言説は、わいせつといった曖昧で道徳主義的な概念を捨て去りました。その代わりにポルノグラフィーの特質と表現、またこれを生産し普及する抑圧的な産業についてジェンダースラッシュ権力分析を行いました。そのことによってポルノグラフィーに関する議論を道徳と表象の世界から政治と不平等の世界へと移行させたのです。この動きは性的なメッセージを含むメディアに見られるジェンダーステレオタイプに関して洞察力のある批判を生み出していきました。けれども同時にそれは女性の性的行為主体性の議論を困難にもしてきました。というのも、わいせつという概念が意味の異なる解釈に立った討論を可能としたのに対して、ポルノグラフィーのフェミニスト批判は政治的に切迫した課題という堅固な信念に貫かれるため、異なる見方を許さないことが多いからです。こうした批判の戦略は大概形式的で本質主義的な枠組みにのっとっているため、見慣れない性的映像についてただ闇雲にジェンダーだけの視点から分析を加え、そこにジェンダー不平等と男性支配だけを見出そうとするのです。そしてそこに妄想を生み出し、性欲を刺激し、
行動を引き起こす力を見出します。ポルノグラフィーはこうして男性による女性に対する暴力の具体的な行為、男性優位の最も身体化された表現として糾弾され、女性の性的行為主体性を語る余地は全くなくなってしまいます。アンドレア・ド・ウォーキンが言うように、男性の快楽は性的主体としての女性の全く存在を抹殺することで成立するというわけです。この論理に従うと、ポルノグラフィーの排除だけが女性のエロティックな自己決定を拡大することになります。 While female sexual agency can only be expressed, according to anti-pornography feminists, as a loud no to sexual images and sexual expression, pro-sex feminists, on the other hand, point to an extremely complex relationship between female sexual agency and pornography. Although pornography does not always meet the needs of women and its content is often sexist and degrading for women, its existence at least provides a fantasy space for the ineffable sexual feelings and impulses in women. Admittedly, such a fantasy space is filled with contradictory impulses of unconscious anticipation, gratification, even aggression, mixed in with the undercurrents of nightmares, fear, and disgust. But these entangled forces are by no means distributed neatly along clear gender demarcations. What is more, there are numerous women who do enjoy pornography, who enjoy their own feelings of sexual potency, who enjoy taking the initiative as well as taking charge of the sexual act. To deny such female sexual agency as pure fabrication or false consciousness, to denounce such sexual activity as a mere imitation or duplication of male sexuality, is to flatly deny the power that these women have forged out of their own experimentations and struggles in the sexual realm. 性的映像や性的表現に対してノーと大声で叫ぶことによってのみ女性の性的行為主体性が表現できるとアンティポルノグラフィーのフェミニストが考えるのに対して、プロセックスのフェミニストは女性の性的行為主体性とポルノグラフィーの間に極めて複雑な関係性を見出します。ポルノグラフィーは女性のニーズに必ずしも対応しません。またその内容は女性にとってしばしば性差別的で下劣なものに移ります。しかしその存在は少なくとも女性の中にある言葉に表しがたいような性的な感情や衝動のための空想の世界を提供します。無論そのような空想の世界には無意識の期待、充足感、場合によっては攻撃的感情といった矛盾した衝動が混ざり合い、それがまた悪の恐怖、幻滅といった無意識の中の感情の流れと絡み合います。しかしこうした錯綜した力学は女性ジェンダーの分岐線によってきれいに仕切られているとは決して言えません。それだけでなく、この世の中にはポルノグラフィーを楽しむ女性がたくさんいます。自分の性的な魅力に関する感情を楽しみ、性的行為のイニシアティブを取ったり、それを受け止めることに喜びを感じる女性です。そのような女性の性的行為主体性を純然たる作り事であるとか虚偽意識であるとしてこれを否定し、そのような性的活動を男性のセクシュアリティの模倣や二番煎じだと見るならば、これらの女性たちが性的な世界において行ってきた実験や闘争の中から掴み出してきた力を二度もなくに否定することになるでしょう。 Still, the feminist anti-pornography position generated a wealth of arguments and critical vocabulary that have not only sedimented into common knowledge in the West,but also are quite frequently adopted and cited to strengthen the fumbling protectionist stance in East Asia regarding state policies on pornography. Furthermore, what began as a debate on the meaning and effect of cultural artifacts would now be increasingly dealt with in juridical terms, as exemplified by Dworkin and McKinnon's proposed ordinance for the city of Minneapolis in 1984,that would have allowed women to take civil action against anyone involved in producing and selling pornography on the general grounds that they had been harmed by it. In practical sense, treating gender issues as nothing but issues of political inequality, mainstreaming women's groups in Taiwan choose to consolidate around specific statist themes and issues
with a clear priority scale that cedes the terrain of female sexuality to outdated anti-porn rhetoric or to a demonized capitalistic market said to be closely linked to patriarchy. とはいえ、アンティポルノグラフィーのフェミニストたちは、豊かな議論と批判的な語彙を生み出してきました。これらは西洋で共通の知識となっただけでなく、東アジア諸国でもポルノグラフィーに関する政策に見られる、ぎこちなく保護主義的な姿勢を強化するためにしばしば引用されてきました。さらに指摘したいのは、もともと文化的装置の意義とその効果に関する議論として始まったものが、今日では徐々に法的な枠組みで議論されるようにもなっているということです。その典型として挙げられるのは、ドウォーキンとマッキノンの提案による1984年のミネアポリス市条例です。これによると、女性は公民権条例典にのっとり、ポルノグラフィーによって被害を受けたという一般的な理由を持って、ポルノグラフィーの生産と把握に関わるものなら誰でも、民事訴訟で訴えることができます。台湾の主流女性グループもまた、ジェンダーの幻想課題をすべて政治的不平等の問題に還元しています。彼女たちは特定の国家的主題や問題を中心に、団結し、女性のセクシュアリティに関わる諸問題を時代遅れのアンティポルノグラフィーのレトリック、あるいは拡張性と密接な関係にあると言われ、悪者扱いされる資本主義経済の問題にすり替えるという道を選択しました。Taiwan is probably unique in East Asia in that feminist sex radicals have since 1994 actively intervened in the general trend of a commodity consumption-driven liberalization of sexual attitudes and practices, as well as resisted the backlash launched by conservative religious and women's groups in regard to new expressions of sexual agency. The much disputed publication of Josephine Ho's The Gallant Woman, Feminism and Sexual Emancipation in 1994 created a dissenting voice beyond seemingly unified anti-pornography, anti-sex feminism. And feminist sex radicalism has since become the only voice that addresses and resists increasing state control of erotic sexual matters. In fact, it is through this radical stance that we are able to recognize the sexual agency of a new generation of young women actively exploring their relationships with erotic pornographic materials as they construct their sexual selves. Taiwan は東アジアではおそらく特異な位置を占めているというべきかもしれません。1994年以来、フェミニストのセクスラディカルたちは、性に関わる態度や実践を消費化し、これを消費させる方向への自由化の流れに介入すると同時に、新しい性的行為主体性の表現に関する保守的な宗教グループ、あるいは保守的女性グループによるバックラッシュに抵抗してきたからです。1994年の選挙というか、ご自分の本ですけど、先ほど紹介になった暴走な女、フェミニズムと性解放は一致団結しているかのように映るアンティポルノグラフィー、アンティセックスフェミニズムを乗り越え、これに異議申し立てする声を生み出しました。以来、フェミニストセックスラディカリズムはエロティックな性的な問題にますます介入の度合いを強める国家に対して抵抗の声を上げる唯一の主体となっているのです。実際のところ、こうしたラディカルの姿勢を取ることで、私たちは新しい若い世代の女性による性的行為主体性を認めることができるようになっています。彼女たちは自分たちの性的な自我を構築する過程で、こうしたエロティックでポルノグラフィックなメディアとの関係を能動的に探っているのです。Despite the arrival of cable television in Taiwan at the end of 1980s that made X-rated images accessible to all,Feminism-informed women were not content with such private gratifications and felt they needed to break through the silence, isolation, and shame surrounding sexual matters. Isle Margin, a left-wing cultural journal, published its March 1994 issue with two groundbreaking moves. It, for the first time, collected women's own erotic and sexually explicit stories written with a clear feminist intention into a section titled Medusa's Voice to sound off women's right and need for a sexual voice.
Many of those pieces were considered outright pornographic and blatantly irreverent to standing moral values. The journal also, for the first time, incorporated a lesbian publication to complicate the usual heterosexual assumption. Such discursive productions of feminist pornography had profound implications for younger women. In 1996, women students in Taiwan University congregated, quote, to explore their own erotic feelings and sexual agency, unquote, by showing a selection of adult films at the women's dormitory. Adopting the same vocabulary as that of Medusa's Voice and The Gallant Woman, the film showing was a move well informed by the feminist ideals of collective action and our bodies, ourselves. Now I'll go down and read the footnote for number 13, because there's a follow-up development. Although they eventually capitulated under fierce public outcry and framed the activity as a critique of pornography, the film viewing itself marked a collective show of sexual self-determination. Similar activities have since become a very important gesture of asserting marginal sexual identities in Taiwan. Gay, lesbian, and queer groups on and off college campuses have all included such collective activities as a means of self-affirmation and protest against the sex-negative social context.台湾では1980年代末に、ケーブル TV が導入され、未成年に禁止された成人映画や映像が広く一般大衆に提供されるようになりました。フェミニズム思想の影響下にあった女性たちは、そのような私的な充足感に満足せず、性をめぐる沈黙、孤立、そして恥といった風土を壊す必要を痛感しました。1994年、左翼系文化雑誌の東証円編アイン・マージンは2つの画期的な出来事の中で3月号を刊行しました。この雑誌のメドゥーサの声という欄は台湾の歴史上初めて明確にフェミニストの視点に立ち、女性の権利を掲げ性的な事柄について声を上げようとする女性たちの様子、そしてはっきりと性について語る声を収録したのです。こうした記事の多くは露骨なポルノグラフィーであると見なされ、当時の道徳的な価値に真っ向から挑戦するものと考えられました。またこの雑誌はレズビアンの書いたものを収録し、通常の性愛的前提を撹乱させました。こうしたフェミニストのポルノグラフィー、その言説的生産は若い女性たちにとって深い害を持ちました。1996年台湾大学の女子学生は自分たちのエロティックな感情と性的な行為主体性を探求するために女子寮でいくつかの成人映画を上演しようとしました。こうした上演は私たちの身体は私たちそのもの Our bodies, ourselves というフェミニストの理想と社会運動を熟知した女子学生によるもので、そうした運動の中ではメドゥーサの声とか暴走女人といった語彙が使われました。途中ですけれども、13番の中、こうした動きは最終的には非常に強いその法的な、非難ですとか、ポルノグラフィー批判の活動によって、に屈することになりました。で、またこうした、上演という、試みは、しかし、そうではあったんですけども、それは、性的な自己決定を集合的な形で示すというイベントでもありました。似たような活動は、その後台湾におけるマージナルなセクシュアルアイデンティティを主張するための重要な、局面を担うようになりました。ゲイ、レズビアン、そしてクイアグループは、大学の中、内外で、そのような活動をし、そして、それによって、自己主張し、性に否定的な社会的文脈の中での抵抗の手段としてきたのです。For younger Taiwanese girls who are not yet comfortable with graphically explicit materials, but are already feeling the pull of erotic impulses,
they have their outlets too. Imported and translated Japanese comic books, you wouldn't believe how many, have been providing numerous easy meeting romantic erotic tales in which readers could rehearse for future entanglements. The good taste demonstrated by such Japanese comic books in handling many steamy erotic scenes, such as showing only the clothes on the floor, or clenched fingers, or grabbing, and painfully ecstatic faces, oh, is contrasted only with the numerous footing extramarital affairs, relationships, and other perversions, many, many, ranging from homosexuality to various brands of incest. I don't know why, but incest seems to be a very big thing in Japanese comic books. As such, erotically potent, but at the same time, morally questionable elements are regularly present, even in comic books geared toward elementary school children. It is hard to see how they could contribute to, quote, solidifying patriarchal gender and sexual stereotypes, unquote, as orthodox feminist anti-pornography discourses contend. Of course, traditional romance novels are still in favor among teenage girls, yet today's harlequin romances or Taiwanese local romance novels are already of a quite different breed. I didn't put on the covers for Japanese comic books because you can see them, but these are Taiwanese romance novels, and the titles are very provocative, like illegal marriage, living cohabitation, living together lovers, or brides who don't get married, or this is, I don't know what it means, but it says love condom. The titles themselves are very provocative. In fact, they include so many scenes of steamy sex, these romance novels, they look very pure, nice girls, but inside, sex, sex, sex. They include so many steamy scenes of steamy sex that they have already been labeled as pornographic by state-oriented women's groups and women politicians who demand that the romance novels be subjected to some kind of rating system in the future. At the urge of the women's groups, Taipei City Government is now reviewing new ordinances that would mandate that all comic books and body image publications be subjected to a rating system and conspicuously display the rating on the cover of each publication, which means big word here, shit, it means restricted, big one. Resistance movement by comic fans is now underway. まだ、性について、まあ、写真とか絵画といったグラフィックな表現で接することに居心地の悪さを覚えているけれども、エロティックな衝動をすでに感じ始めているもっと若い台湾の少女たち、彼女たちはどうなのかというと、彼女たちにも彼女たちの派遣口があります。輸入され翻訳された日本のコミックス、これは本当に正しい数があるのですけれども、こうしたコミックスは気軽に読める恋愛の物語、あるいはエロティックなストーリーを提供しています。これらを読むことで読者はこれから経験するであろう錯綜した恋愛関係のいわばリハーサルを行うのです。日本のコミックスは床に落ちた服、きつく握りしめられた指、あるいは痛みと愉悦が相半ばするエクスタシーの表情を示すことで、いわゆる濡れ場を間接的に描くという品のなさがあります。それは不倫、あるいは同性愛、そしてさまざまな形の近親感といった盗作を主題とするストーリーと対照を成します。このようなエロティックな力や道徳的に問題視される要素は小学生向けのコミックスにも普通に見られるのですけれど、果たしてこれらがオーソドックスなフェミニストのアンティ・ポルノグラフィー言説が主張するように、過不調性的ジェンダーの性的ステレオタイプを強化する、そういうものなのかどうか、それほど自明とは思えません。もちろん、伝統的な恋愛小説は依然として10代の女性たちの支持を得ています。けれども、今日のハーレクインロマンス小説や台湾の ローカルな恋愛小説も、すでにかなり異なったジャンルのものになっています。でそこに今画面上にいろいろなそうした
少女の恋愛小説の表紙が出ていますが、タイトルが非常にこう挑発的であると、まあ、同性であるとか、不倫というかそうしたようなことが書かれていて、まあ、表面的には非常にこう純粋で可愛らしい女の子たちがそこに並んでいますけれども、ひとたび表紙を開くとなんかセックスセックスセックスというような内容になっています。で、まあ、こういう小説はですから多くのエロティックなシーンを含んでいるわけですけれど、まあ、国家志向的な、つまり国家の中に影響力を持っている女性団体は早々とこれらをポルノグラフィーだというふうに糾弾しています。このような恋愛小説にも映画に見られる指定性、成人映画とか18歳未満は断りとかというようなレーティング指定性などを加えて何らかの規制を働かせるべきだと述べる女性政治家もいます。こうした女性グループの要請に応えて台北市は現在すべてのコミックスと身体のイメージを用いる出版物を対象としたレーティング制度を導入し、これらの出版物の表紙にラフをはっきりと表示する方向での条例を検討中です。それに伴ってコミックスファンによる抗議運動も組織され始めています。 I might add the rating system would have a very serious consequence for girl students, because even when I was a junior high student, I would go to the bookstore, very noble, right, going to the bookstore, I always just go to the romance novel section, and because all the books are displayed on the shelves, you can read them. And usually, because so many people, so many girls, after school, they go to the bookstores to read, every book has several sections that are darker, because you flip them. So there's several. So if you want to look for the juicy part, you want the good part, just take a look, oh, dark, that part. Most girls do that. After school, they all go to the bookstores, they stand by the romance novels and read, and you don't have to buy them. Just read, finish, go home, dreamy-eyed. But now, with the rating system, if they put a big restricted mark here, that means the books will have to be wrapped, which means no more free books. And no more free erotic material for us, for women. So that's why I think women should rise against this, because we want free reading. こういうふうに指定制度というかレーティング制度が導入されるということは女子学生にとって大変大きな意味が大きな帰結をもたらします。私は中学生の頃例えば本屋に行って恋愛小説が並んでいる書棚の方に行って手に取って、そうした小説をこう見ていたわけですけれども、皆さんご存知のように、こういうところに来ると、前に読んだ人とかその前に読んだ人たちが同じところを読む、でそこだけちょっと手垢で黒くなっていったりするわけですけれども、そこをパッと開けば一番ジューシーパートが読めると、そういう美味しいところが読めるというのは皆さんよく知っていると思います。で、もしこれがレーティング制度が入ってきちゃうと、その表紙がですね、こうなんとか覆われてとか閉じてしまって、結局開くことができなくなってしまうので、もはや、こうただで立ち読みするなんてことはできなくなっちゃうし、まあ、そういう意味で、女性たちはこうした事態に抗議のために立ち上がるべきだと私は思います。Okay, back to Heather. If more and more young women are no longer hesitant about coming into contact with commercially produced erotic pornographic material, they are all the more happy to take advantage of new advances in communications technology and assume an even more active role in sexual self-expression. Many young women in Taiwan are using versatile digital cameras to create and stylize self-portraits, we call them 素人自拍, which are then stored and displayed in personal web photo albums for anybody who cared to click the enter button. So if you have an account with yahoo.com, they give you 15 megabyte space to store your pictures. I have an account. I haven't put any pictures in it yet, but I may. Okay, so it's, and you can design it so that certain pictures can be seen by other people, other pictures cannot be seen by other people. So you can customize everything. The albums will, of course, include some photos taken in the nude or other seductive postures, as sexual selves have become
have come to constitute a very important part of individual identity in the vast ocean of net citizens. Erratic uses of email, online chat rooms, interactive webcams, or the newest haptic sense of touch technologies have created a kaleidoscope of choices and channels through which women's deepest wishes and darkest desires are constantly negotiated and played out in virtual space, transcending boundaries of gender, age, nation, physical form, and so forth. And to the dismay of many women's groups, the more adventurous young women are also becoming entrepreneurs in the production and distribution of sexually explicit images and discursive productions. Many are filling BBS boards with numerous stories telling their sexual encounters and adventures to the last detail, everything. Others have joined the lineup of underwear anchor woman, Mei Zhuo, in combining online news reporting with striptease. You report and you strip at the same time. Still others are using webcams to stage live shows, 真人秀. You can put a webcam in your room where paid viewers could watch the girls' every move as they go through their most intimate life routines, including taking showers, getting dressed, and even going to the toilet. But of course, most of the time, you won't see much, because who will be taking showers all day? You will see girls sitting there thinking for 2 hours, 9 hours. But then you keep on paying because you want to see what's next. Clever girls. Recently, the new generation of cell phones equipped with digital cameras and photo messaging services, I'm sure many of you have that, are also helping young women collaborate with cell phone operators to start their own business of sending on-the-spot photos. They call themselves 自拍美. You take pictures of yourself and you put it up. You can send it out to another person's phone or another person's IP address. Some of which are obviously adult material to their paid subscribers. In fact, new technological creations are applied to entrepreneurial endeavors in the production and transmission of sexual images as soon as they become available. And this trend seems to be sweeping across East Asia.商業メッセで生産されるエロティックもしくはポルノグラフィックなメディアへの抵抗が若い女性の間ではどんどんなくなってきているわけですけれど、同時に彼女たちはコミュニケーションテクノロジーの進歩を利用してより能動的に性的な自己表現を追求しようとしています。台湾の若い女性の多くは万能のデジカメを使って自分たちのポートレートを撮影しておしゃれにアレンジし、ウェブ上のパーソナルなフォトアルバムにアップしています。 でそこから関心があるものなら誰でもエンターボタンさえ押せば見られるようになっています。皆さんもヤフードットコムなどで15メガバイツの、ただで15メガバイツの写真が見せられるあのアルバムがあるということはご存知だと思います。私はまだやってません。それで、こうしたアルバムの中にはヌードやその他のセクシーな姿の写真が多々含まれています。 今やおびただしい数に達しているネット市民の大海原の中で自分らしさを表現する上で性的な自我がとても重要な構成層となっているからです。電子メール、オンラインのチャット会議室、インタラクティブなウェブカメラ、あるいは最新の触覚テクノロジー、触れる方の触覚ですね、タッチの方のテクノロジーですけれども、こういう触覚テクノロジーなど エロティックな目的のために利用される表現の選択肢や回路は実に多岐にわたってきています。彼女らはこれらを使ってバーチャルな空間の中でジェンダー、年齢、国家、肉体的な形等々の境界を乗り越えて自分の心の奥深いところにある願望や、ドロドロとした欲望と不断に交渉し、これらをとことん追求しようとしています。 そして多くの女性グループの困惑を予想に、もっと冒険的な若い女性たちは、そうした性的なメッセージのある映像や芸術的な作品の生産と流通において、ビジネスを起こそうとしているんです。彼女らの多くは、電子掲示板を使って自分たちの性的な経験や出会いをビニーに、サイに奪って、描写する、おびただしい量のストーリーを書き込んでいます。かと思うと、オンラインのニュース番組をストリップショーに、見立てて、
教える下着を着たニュースキャスターと呼ばれる人たちがいるんですけども、こうしたところに参加する人もいます。シャワーを浴びたり服を着たり、果てはトイレへ行く場面など、最もプライベートな部分も含めた若い女性の日常、その一挙手一投足までもウェブカメラを使って生中継のライブショーのように撮影し、これを有料で視聴者に提供する人々もいます。まあ、しかし、シャワーを一日中浴びている人はいませんから、例えば2時間ぐらいじっと物思いに沈んでいる女の人の姿をずっと見ることにもなるわけですが、視聴者は、次に何か面白いことが起きるかもしれないと言ってどんどんお金を払っていく、そんなことになってしまいます。それで、最近ではこうした、さらに最近ではデジカメを搭載し写真送信サービスがついた新世代の携帯電話があります。でこれらを使って若い女性たちは電話会社のオペレーターとタイアップし、自分たちのインスタント写真を撮ってこれを有料で会員に送るというビジネスを始めるものも出てきています。こうした写真の中にははっきりと成人向け映像も含まれています。事実、新しいテクノロジーの開発はそれが一般にも入手可能となった途端に、性的な映像の生産と伝達における企業活動ですね、業を起こすことです。企業活動に利用されていくのです。こうしたトレンドは東アジア全体を席巻しているのではないでしょうか。 As this new female sexual agency inserts itself into an Asian context, generally without the benefit of the legacy of a widespread sex revolution, accompanied by feminist delineations of its positive meaning for gender revolution, as is the case in the West, it has greatly alarmed state-oriented women's groups which, out of traditional gender and generational concerns,are taking it upon themselves to rid the society of such demonstrations of confused social values. To be more precise, the term pornography and its well-established unlawful status is now used by the women's groups in Taiwan to label such expressions of female sexual agency that obviously falls outside the marital reproductive model.新しい女性の性的行為体制はアジアに独特のある文脈の中で浮上してきています。西洋では性革命、性解放がフェミニズムによって刻印付けられるジェンダー革命の積極的意味を伴って展開し、その恩恵は社会に広く行き渡りました。しかしアジアでは一般にそのような性革命、性解放の遺産はありません。このために国家に影響力を持つ女性グループは伝統的なジェンダー感、そして世代感から発する懸念を表明し、社会的価値の混乱を示すこれらの現象を社会から排除しようとするのです。もっと正確に言うならば、台湾の女性グループはポルノグラフィーという言葉、そして今やしっかりと定着したその不法イメージを利用して婚姻と生殖院モデルから明らかにはみ出してしまう女性の性的行為体制の表現を封じ込めようとしています。Here, Taiwanese state feminists needed another transformation in the meaning of pornography in order to mobilize the whole society against such autonomous displays of female sexual agency. Obscenity sweeps launched by opportunist politicians, sensationalized by the smut-thirsty media, and cheered on by the morally righteous, have long solidified the disrepute of pornography in Taiwan.But in recent years, seizing upon the general fear and resentment surrounding high-profile serial rapists and other criminals of violent acts against women, mainstreaming women's groups have successfully highlighted one specific dimension of the possible ill effects of pornography. It is said to cause violent crimes against women, as attested by many rapists' own confessions under interrogation.While the causal relationship is still to be verified empirically, the gravity of pornography's social consequences has, however, become consensus. さて、台湾の国家フェミニストは、女性の性的行為主体性を自律的に提示しようとする動きに反対し、社会全体をこの反対キャンペーンに動員させるため、ポルノグラフィーの意義をさらに歪曲しようとしました。日和主義の政治家たちによるポルノ取り締まり、これを面白おかしく扱う戦場的メディア、さらにまたこれを拍手で答える道徳的な団体、これらによって台湾におけるポルノグラフィーがすでにその評判を貶められてきました。
しかし近年は世間の注目を集めている連続レイプ犯の問題やその他女性に対する暴力に関わる犯罪者への恐怖と非難が高まり、主流女性団体はポルノグラフィーがもたらすかもしれない悪影響のうちのある特定の側面に焦点を当てることに成功しています。すなわちポルノグラフィーは女性に対する暴力的な犯罪の原因となっているというのです。これは多くのレイプ犯罪者自身の告白で確認されている点だと言われています。しかしこの因果関係ははっきりと立証されたものとは言い難いのです。にもかかわらずポルノグラフィーが甚大な社会的危険を引き起こすという点での合意はすでにしっかりと出来上がっているというのが現状です。If pornography is believed to lead to violent crimes against women, then any girl who stubbornly insists on functioning in the world of erotic pornographic materials has proven herself to be in grave need of re-education in halfway schools or other correctional facilities. Under the rubric of pornography, police are now cracking down on the non-commercial personal photo albums on the web.Arresting innocent young people who are simply trying to assert their sexual selves and sending them to prison for, quote, disseminating obscene material, unquote, according to the criminal code. Interactive webcam shows have ground to a halt because such shows are believed to legitimize peeping toms and could lead to greater danger for women in general. Internet service providers,have been forced to turn over private information concerning its users in exchange for not being prosecuted as helping with the dissemination of pornographic materials. Authorities are now even studying how to monitor and restrict images sent through the cell phones, and the phone company are unlikely to put up too much of a fight, considering the terrible stigma that may be piled on them for putting kids in touch with pornography.ポルノグラフィーが女性に対する暴力的な犯罪を生み出すとするならば、エロティックでポルノグラフィックなメディアに参入し続けようとする若い女性たちは、学校通学途上で、あるいは更生施設の中で再教育を施されなければならないことになります。現在、警察はポルノグラフィー取締りの名のもとに、ウェブ上の非営利でパーソナルのフォトアルバムを排除し、性的な自我を表現しようとしているだけの無実の若者たちを逮捕し、刑法にあるわいせつ罪に当たるとして彼らを投獄しています。インタラクティブなウェブカメラによるショーは、それが覗き魔を正当化し、一般的に女性への危険を増大させることになるという理由で禁止されなければならないと言われています。また、インターネットのプロバイダーはポルノグラフィーのルフを幇助した罪で訴追されたくないので、顧客のプライベートな情報を提供しなければならなくなっています。さらに当局は、携帯電話を使って送られる映像についても、これを監視し、規制できないか僕は研究中です。こうした事態の中で、電話会社は子どもたちがポルノグラフィーに接することに加担したということで、社会的非難を浴びることを恐れ、規制の動きには取り立てて抗議しようとしていません。When mainstreaming women's groups and state feminists make their case against pornography these days, they still describe it as this monstrous product that is being churned out by a humongous and lucrative industry. Yet the actual measures that are being executed in Taiwan are often directed not at some evil male-dominated porn industry, if there is still such an industry, but more at individuals who are asserting their own sexual selves while actively changing the rules of the erotic game. In other words, a new kind of porn struggle in East Asia may be arising between anti-pornography women's groups who have the power to push for legislation and to supervise police performance, and they're now reverting back to this time, not a patriarchal, but motherly position of protecting children and teenagers. It's between the women's groups who have the power to push for legislation and the many, many young women who insist on constructing a different, positive, and sometimes profitable relationship with their own sexuality through erotic pornographic images. As a result, a new relationship has also emerged between pornography and female sexual agency in Taiwan. It is no longer a relation of opposition,
where pornography necessarily violates or negates female sexual agency. Instead, pornography is now the label that identifies and thus may be used to indict spontaneous demonstrations of non-marital, non-reproductive female sexual agency. 主流派の女性団体や国家フェミニストがポルノグラフィーを批判するとき、彼女らはそれが途方もなく多額の利潤を生み出す産業によって作り出された醜悪な生産物だと未だに主張しています。しかし台湾で実際に取られている措置がそのような悪の権化で男性支配的なポルノ産業、そのようなものが仮にあったとしてですが、それを標的としているのではなく、むしろエロスという名のゲームのルールを能動的に変更しながら性的自我を主張しようとする個人を標的としているのです。言い換えるなら、東アジアには新しいポルノグラフィーをめぐる闘争が発生しています、いるのです。一方には、子どもとティーネイジャーを保護しようとする家父長制ではなく母親としての立場に回帰しつつアンチポルノを訴える女性団体があります。彼女らは今や法律を作り警察による取り締まりを監督する権力を握っています。他方にはエロティックなそしてポルノグラフィックな映像を通じて自らのセクシャリティとこれまでとは異なった能動的積極的な関係を築こうとする若い多くの女性たちがいます。でまたこの中から利潤を生み出そうとする人たちもいます。こうしたことの結果、台湾にはポルノグラフィーと女性の性的行為主体性の間に新しい関係が生まれていると言えるでしょう。ポルノグラフィーはもはや女性の性的行為主体性を侵害し、否定するものでは必ずしもなくなってきているのです。ポルノグラフィーはむしろ非婚姻的、非生殖的な女性の性的行為主体性の自主的な発動を遮断するためのラベルとなり、糾弾するためのラベルとなり、それによってポルノグラフィーを訴追することも可能となっています。女性についても同様にカッコつきで用います。それが男性が消費しているポルノグラフィーにはアンブリア・ドーキン、それからキャサリン・マッキロンなどアンチポルノグラフィーのフェミニストたちが問題にしてきたような性的にあからさまなだけではなくて女性の従属を描くようなものが少なくないということにあります。裏ビデオ、それからインディーズのビデオの中には現実に行われたレイプ、殴打等が映し出された極端に暴力的なビデオが流出しているのは公然の秘密となっています。
からインディーズばかりなくビデオ倫理協会の審査を通過したものでも、ニューハンシリーズなど有名な暴力ビデオが存在します。また、ごく町のごく普通のレンタルビデオ屋でも、アダルトビデオのコーナーに行けば当たり前のようにレイズ語の監禁物と分類される作品が並んでいます。まあ、日本の男性にとって、ポルノグラフィーというものは、まあ、ポルノグラフィーの中の女性は服従とイメージと結びつけられて消費されているのが通常なんだと思います。もちろんイメージは多義的なものでありまして、人は一つの映像上のイメージから異なるメッセージを受け取れると思います。まあ、しかしながらそれらを主張する日本の男性が女性の性的主体性というイメージを受け取っているかというとかなり疑わしいと思います。それを象徴するのが1980年代以降の児童、ちなみに児童は日本の場合は、18歳未満を言います。ポルノのその児童ポルノの蔓延だと思います。で、1980年代以降、女性が公的領域に進出し始め、また性的主体としての、女性というイメージも現れ始めます。で、女性の性的主体性というイメージを誘惑される可能性が出てくるとともに、そうした主体性のイメージを誘惑さない児童への関心が高まったのではないでしょうか。日本の男性にとってポルノは女性の服従を主張するというイメージが強いというふうに私は思います。まあ、参考として今成人コミックの中の児童ポルノをちょっと例を写してもらいたいと、表紙だけです。成人コミックでして、一応ちょっとこれだけは見たんですが、学生がちょっと研究しているので見たんですが、なんか相当すごい内容です。もう女性の知りたげるのをなんかテーマ、それをメインテーマとしているようなものでした。で、ちなみに、児童ポルノは、実写の児童ポルノの方は日本でも犯罪というふうにありましたが、まあ、インターネットの方では相変わらず闇で流通しているとのことです。実写版もから、また、身近なエピソードになりますが、私の家の近くのレンタル屋さんの方で、まあ、ビデオ屋さんの方で一応ちょっと見てみましたら、レズビアンものは、レイプものと同じ棚に並んでいて、露出ものは、じゃなくて露出ものっていうのは盗撮ものと同じ棚に並べられていました。私はこの並びに女性を性的主体性のイメージと結びつけるということなく消費している男性の姿を垣間見た思いがしました。で、またさらにこんなエピソード、まあ、身近なエピソードですけど、紹介したいと思います。大学のゼミ合宿の方で町のビデオ屋の方で借りたレイプもの、それから監禁もののポルノグラフィーをみんなで視聴したことがあります。で、そのビデオを当然のように見ていたある男子学生に、その後の議論というのにおいて、自分が、このポルノグラフィーの中の女性の立場に置かれるとしたらどうかと言いますと、絶対に嫌だと答えました。男性がそれらのビデオを主張する場合、まあ、大抵女性に対して服従とイメージを結びつけていることを象徴するエピソードだと、これも思います。で、まあ、実際その男子学生に限らず、それらのビデオを平然と見て、まあ、恋愛においては男性が女性をリードすべきだと、まあ、語る、まあ、比較的平均的な男子学生というのと、まあ、日々格闘しているというのが、まあ、私の現実でして、で、また一方、まだまだその性差別が残り、まあ、セクハラとか痴漢など女性に対する暴力から自由ではない、日本の文脈において、まあ、女性がそれらのさっきのような作品を性的な感情や衝突を呼び起こすようなものとして主張するということは、まあ、かなり難しいものではないかとも思います。それを物語るのがまたゼミ合宿でのポルノグラフィーの主張の際の女子学生の方の反応です。一人の学生の方は、まあ、私の方に許しを置いて一人部屋を出て行ってしまったましたし、他の女子学生はその場で目を伏せているというような、まあ、状況がありました。で、まあ、主張したのは町のごく普通のレンタルビデオ屋で借りられるようなレイプもの、それから監禁ものであり、まあ、中にはその女子学生の女子高生の姿をした女子が自慰行為をするというような場面もあったんですけれども、まあ、彼女らは、レイプの場面と変わることのないアングルでそれらが、まあ、撮られていたせいからでしょうか、まあ、それらも不快にしか思えなかったようです。で、まあ、最もですね、女性の手によるポルノグラフィーというのがないわけではありません。
浜野幸さんのピンク映画ピンクで映画監督は浜野幸さんのようなピンク映画監督や女性が女性の感性で作るニューセクシャルビデオが出てきていたりします。また女性専用の AV レンタル店ができているということもということです。しかしながら人の男性の、ポルノグラフィーというのを揺るがすようなそういう状況であるとは、言い難いと思います。でそれどころか、女性専用の AV ビデオというのは、男性お断りであるとのことも聞いています。要するに、日本ではポルノグラフィーの生産消費においてははっきりした住み分けって状態でありまして、閉鎖された状態で男性たちはアンチポルノグラフィーのフェミニストのようなポルノグラフィーを生産消費しているというのが日本の野放し状態の抱え込んでいる現実の一つと思われます。でそこで方先生に一つ伺いたと思います。台湾においては、男性の主張するポルノグラフィーはどのような状況にあるんでしょうか。で台湾 の、 その男性が主張するポルノグラフィーにその女性の性的主体性というイメージはどのくらい入り込んでいるものなんでしょうか。お聞きできればと思います。から、次に議論したいのは、今質問したことと関連があります。日本のポルノグラフィーの状況が決して女性にとって良い状況ではないということは私の方が論じてきましたが、私自身は一方で、イマジネーションやそれからファンタジーの力がこのような現状を変える可能性を持つとも考えています。つまり、女性の性的主体性を算出するような意味でのポルノグラフィーを否定するつもりはありません。むしろ現在の日本の男性中心のポルノグラフィー文化を変容させていくためには法的な規制などより性的主体としての女性というイメージを算出していくことが有効だとさえ考えています。先に述べたような状況だからこそ方先生の言うように女性が自らを性的主体として描き出すことが必要だと思っています。ただ、性的主体の算出にとどまらず、さらにそれらのイメージを、男性の主張するポルノグラフィーの中に入れ込んでいくことが必要なのではないかと思っています。要するに、男性のポルノグラフィーの中の女性のイメージを、かく乱し転覆すること、そのような企てが必要なのだと考えています。でところで、日本の場合、性的な要素を含み持った男性文化とそれから女性文化のインタラクションが認められるのはポピュラー文学などに見られるポルノグラフィーに入るか入らないか微妙なところでの動きではないかと思われます。今、日本でも、タトゥーや、というレズビアンのイメージを打ち出したロシア出身のグループが受けていたり、それから、浜崎あゆみがその自身と絡み合っているような、これはタトゥーです。これが、浜崎あゆみですが、浜崎あゆみが自身と絡み合っているかにおめるイメージを打ち出したり、このフィルムでは、男女双方が消費する、性的主体としての女性のイメージが生産、産出、消費され始めているのではないかと思います。私としては性的にあからさまな素材を扱うという意味でのポルノグラフィーに入るか入らないかの微妙なところの動きが面白いと思っています。でここで、方先生にお聞きしたいことがあります。台湾にはポルノグラフィーの周辺領域での興味深い動きはないでしょうか。情実のようなレズビアンのイメージが現れた場合、例えば通常ポルノグラフィーに出られない音楽や芸術の領域でのそのようなイメージイメージというのもまた規制されるのでありましょうか。特に、結構日本のポピュラー音楽が台湾の方に入っているようなので、なんかその辺の状況も聞ければとお聞きできればと思います。で最後に、取り上げたいのが、今質問した規制をめぐる現状についての台湾と日本の違いです。方先生の論文を発表しまして、台湾では伝統的な前段階や性職化に基づいて少女たちを社会的価値の混乱から守ろうとする女性グループがメインストリームを成しており、その女性グループの力は相当大きいということが分かりました。そしてこの保守的なグループがドーキンやマキノンなど西洋のアンチポルノグラフィーのフェミニストたちが問題とした論点、すなわちポルノグラフィーが女性に対する暴力という、そういう直接な害を引き起こすという議論を援用しているという状況にあるとのことでした。一方、日本では、保守的な女性グループにしてもそれほど大きな力を持っているわけではないと思います。PTA 系統の力はあると思いますが、またこうしたクルーギとは一線を隠す形で、つまりドーキンやマキノンの提示した女性差別の
を進めるという観点からポルノグラフィーを批判する、そういうグループがありますが、こうしたグループも、現実的な規制の局面で大きな力を持つに至っているとは言えないのではないかと思います。日本において大きな力を持っているのはやはり生産業であり、その生産業と結びついたマスメディアではないかと思われます。生産業が巨大な産業と化している日本においては、ポルノグラフィーを規制しようとしている動きが大きくならないのは、それがその巨大な利益と結びついているという側面があるのは否定できないと思います。そして生産業とマスメディアを投資しているのが、生産業に住むジェンダー構造に対して無頓着な性的リベラリストであり、そのリベラリストたちの議論の方が重きを置かれているというのが現状でないかと思います。で、ここでも先生に質問させていただきたいと思います。ポルノグラフィーに対する規制の厳しい状況に対して、メディア側、それから学者、また男性たちからの反対論というようなものが何かあるんでしょうか。あるとすればどのような議論なんでしょうか。それを教えていただけると、さらにその規制の状況が台湾と日本の状況が分かるかと思います。教えていただければと思います。言い訳になりますが、私は哲学と倫理学を専門としておりまして、ポルノグラフィーの研究といっても実は認識論的なレベルで日々ぐちゃぐちゃやっておりまして、随分抽象的に考えるところが多いので、現状の分析としては不十分なところもあったかと思います。この機会に皆さんのフロアの皆さんのご意見も聞きできればと思っております。それで私のこの辺で終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。What happens inside people's mind.
Secondly, I'd like to also say that to Nimla-san's question of whether there is a division, a gender division between foreign markets. This is something that may come as a surprise to you. I know too many women who enjoy existing pornography. They like it this way. Now, you may say, how terrible. Now, that's exactly why you don't know them. Because the attitude that you take silences their expression. Now, does that mean if a woman likes this kind of a bondage or rape scene that they necessarily are masochists or they like to be this or that? I don't believe so. It's pornography is a tool that you use for certain occasions. People don't read pornography 24 hours a day. Many people use pornography very, very briefly, just so they get it out of the system. Like I have not met too many people who, after their orgasm, still consumes pornography, you know, hoping that they will go on and on and on. So it's a very, it's a tool for people to use. And when that happens, if you blame a certain kind of say, this is not good, it's not progressive, it's not correct, you should not see it, I think you're not dealing with the real, sometimes things that we can't understand inside us. We haven't talked about sexual fantasies enough to understand what are the forces working inside us. Many of us can get it off, can get into a very pleasurable status because of some weird scenes. And right now, I think the biggest problem is that we don't get to talk about them. Many of us harbor very taboo scenes in our head. I don't know what you get off on, but right now I don't want to tell you about my fantasies. I have seen a lot of pornographic productions, Japanese productions about the, on the subway train, when people are very close to one another and they rub against you and all that. I know a lot of women hate that in real life, but that kind of a scene is a very powerful fantasy material when they are carrying on sexual activities. So how do you compromise taboo subject in the imaginary realm and also the uncomfortable experience in real life? I don't know. But things happen that way. A lot of things are that way. Sexual fantasy is something that we do not usually, we won't be able to control. Okay? There are a lot of irrational things inside. But so long as we cannot talk about it, so long as we feel the pressure that there is a correct fantasy that you must have, it's as if some people believe, the sexual fantasy is two people walking hand in hand in sunset on the beach and suddenly orgasm. But if you have had sexual, pleasure, you probably will realize there are a lot of uncomfortable scenes inside your head that help you make it. But the social environment as it is sometimes make it difficult for us to really say what we believe in. And that is why when I was explaining about the Idle Margin, Medusa's voice, the women telling about their sexual fantasies and also their sexual encounters, real happenings, a lot of people feel uncomfortable too. How can women write this kind of stuff? How can women have this kind of experience? They all doubt. And it is that kind of doubting that has silenced women for ages. It has silenced women like Lady Chatterley. It has silenced women like very famous Chinese slut called Pan Jinglin. It has silenced many women from being able to tell what they really feel, what their fantasies are really like. And I think that the important thing is not to decide before we know everything and say, okay, we cannot talk about this, we cannot see this, we cannot tell what we feel. The important thing is to create an environment where women can really say what they feel and what they are seeing in their heads and how they feel towards pornographic material. Because すごい有名な人みたいな全然終わらない You can hear me in Chinese, I go fast I know, I think someone should be that you should
かずみ出荷マイクスターまず最初の質問ですけれども、台湾では男性と女性、男性中心的なポルグラフィーとそれから女性のためのそのポルグラフィーの積み分けというか分かれているのかどうかという質問ですが、2つかなり長くたくさんおっしゃったんですけれども、簡単に、言うと2つの点があります。1つはイメージっていう、その像ですね、映像とかそのイメージとそれから現実の関係についてなんですけれども、見ている映像が必ずしもその現実を、そのまま反映しているものというふうには自分は考えていません。そのイメージと現実の間には大きな違いがあって、イメージというものは何かこのファンタジーの世界、空想の世界というものが、自分のいろんな感情を引き起こすとか呼び起こすとか快感であるとかそういうものを喚起する力というのが映像にはあるというふうに考えています。で、現実の世界とは別の世界があるということをもっと重く見るべきではないかというふうに思うわけです。確かにそのレイプであるとか、縛られているとかそういうようなその暴力的なシーンというのは不愉快であるだけじゃなくて本当に気分が悪くなる居心地の悪いものなんだけれども、そうしたそのファンタジー、それがしかしファンタジーの世界なのである。でそのファンタジーの中で起こっていることっていうのは実は現実と全く関係ないのではなく、ある種 の, そのマネージャブルなというか自分で操作可能な範囲のファンタジーというものが自分たち の, あるということにも注目しなくてはなりません。要するに言いたいことは、現実の世界と想念の世界、現実の世界と空想の世界ということを分けて、区別して考える必要がある。そして空想世界ということを自立した、重要な、局面だ、次元としてそれなりに、位置づけるべきだというのが第一点です。うまくちょっと伝えられてないかもしれないんですが、そういうことをおっしゃったと思います。それから2番目には、第二点として、女性でもいわゆる男性中心型のポルノグラフィーを楽しんでいる人たちがいるということを私は知っています。でそれはそんなバカなっていうふうに言う人たちもいるでしょう。で実際にそういう声の方が強いわけですね。そして実はそうしたそんなバカなという態度がこうした女性たちの声を封じてきたというふうに私は思っています。それではこうした女性たちはマゾキスティックな人たちだというのかというと、私はそうだとは思いません。ポルノグラフィーというのは皆さん自分が使ったときにというか、そのポルノグラフィーを消費するときに読んだり見たりするときにそれを一日中やってる人っていうのはいないでしょう。24時間もかけて24時間ずっと見てる人はいないはずです。で特に自分がそのオルガスムを経験した後にはポルノグラフィーなんてでもくれないんじゃありませんか。でつまりポルノグラフィーというのはある種の道具であって、それはシステム、現在あるシステムからちょっとでもいいからその外に出るための道具としてポルノグラフィーというのがあるのではないかと私は考えています。一般に考えてそのセクシュアルなファンタジーというのは十分に私たちはこれについて考えたり話し合ったりしたというしてはまだ来ていないのではないかと思うわけです。で確かにその現実の世界で起きていることが非常に不愉快であるだけじゃなく、危険だったりするわけですけども、そうしたことと、それから想念の世界で起きていること、今申し上げたようなことの間は、一体どういうふうに折り合いをつけたらいいのか、こういう問題がもちろん残っていると思います。で私はそれへの回答は知りませんが、しかし、分かっていないわけですけれども、一つだけ分かっていることは、そうしたファンタジーの世界、その力について十分に私たちは知っていないし、語っていないということを、でまたそういうものを語らせなかったから
さっき東証閲片っていうあの雑誌が出てきましたけれども、ああいう中で女性たちが自分たちのエロスを語るということが、できなくなっている、そういうその、黙らせる沈黙させる力を、ほどいて、みんながその自分たちのエロスということについて語れるような環境を作るということがまず大切なのではないかと思います。Yeah, the third part to this first question has to do with men. What do men look at? What were men thinking about when they are watching porn? What are their sexual fantasies like? My response to that is, number one, I know too many men who don't like this kind of pornography. What do you say to that? Two, I know a lot of men who look at this kind of fantasy, but they use their remote controls a lot.So in a whole film on pornography, you're searching for the part that triggers you. You know, for some people, it may be the genital shot. For some, it's the cum shot. For some, it's just the toes. Just looking at your toes will give him something exciting. But you never know. I think if we presume that men look at pornography,And when they're looking at the pornography, they are assuming the man's position in the film, you're wrong. Because I have known too many men who assume the position of the woman in the film. So I think if we look at pornography too simplistically, dividing by gender line, we tend to think women looking at this will assume that subservient role. When men look at it, men will be the all-powerful position. It may not be true, but you will never know if you do not let people have freedom to talk about it. And that is exactly what we need right now, because we are putting a lot of pressure on pornography and also talking about pornography.それから、根村さん のコメントの中で、男性が結局そのこうしたポルノグラフィーを通じて女性の従属ということを、消費しているとか、そういうイメージを消費しているという話があったわけですけれども、一体男性がこうしたファンタジーを本当に、持っているかどうか、私は実は多くの男性がこうしたポルノグラフィーを好まないということも知っています。でそれについてはどういうふうに考えたらいいのでしょうか。それから、男性が同じポルノグラフィーを見ていても、映像を見ていても、どの部分を好むかというのは相当違ったりするわけです。で、いろいろこうビデオで早回しをして、自分が気に入ったところをこう映したりするんだけれども、それが性器を映している場所であったり、射精の場面であったり、あるいは単に足首とか足先にすごく、執着心を持つ人とか、人によって相当に同じ男の人でも異なるということは分かると思いますし、それから、男性の中には女性の立場に立ってそれを消費するという人も中にはいるわけです。ですからこのように、ポルノグラフィーを簡単にジェンダーの分岐線で分けて考えるというのは問題ではないかというふうに考えています。でもしと重要なのは、こうした非常に多様な、ファンタジーの世界、考えていること、感じていることを自由に語る場を設定することではないかと私は思っています。 I think we are too much concerned about what men are seeing. We're always interested in what they are seeing, controlling what they're seeing, regulating what they're seeing. You never ask yourself, what are women looking at?What are women's sex lives like? What can women use as material for their sexual fantasy? I think, for me, the important thing about feminism is not reforming men into good men. I think the purpose of feminism is changing women into powerful women and pleasurable women.男性がこうしたそのポルノグラフィーを見て何を考えているかということをみんなよく議論するわけですけれども、そういうことは少しやめてみたらどうかと思うんです。でむしろあなた自身は一体ポルノグラフィーを見てどういうふうに考えているのか、どんなファンタジーを持っているのかということを問うべき、女性がですね、問うべきではありませんか。でフェミニズムについて私は男性を改造してっていうか構成させて良い男性に仕立て上げるというのがフェミニズムだと私は思いません。むしろ女性を
力強い女性に仕立て上げることっていうか、そういうふうに解放することこそがフェミニズムなのではないかというふうに考えています。That's about wraps it up. I'm more interested in increasing my power than decreasing your power. Because I don't think it's a zero-sum game. Okay, anyway, second question. だから、私は、あなたのっていうのは、つまり男性の力を、低めるっていうか、少なくさせることに関心があるのではなくて、自分の力を高める、強めることに関心があります。That's my desire.I do not want to control other people. I'm more interested in managing myself and women. Okay, second question. Are there also subversive images like tattoo, lesbian images in Taiwan's cultural industry? Yes, we do. We have quite a few of those. But the interesting thing is, sometimes you don't look for subversive material in that kind of a picture, you know, blatantly lesbian. Sometimes you see sexual marginals looking for erotic material in the most unlikely place. You know, Taiwan produces a lot of propaganda film, military training film. In the film, there are scenes where you will see men naked, but they were under training. So there's nothing erotic about it. But of course, you know, different eyes see different things. So in the most innocent and most doctrine, you know, rigid films, people get different kinds of things. You never know what they're seeing. So I think the emphasis is not producing or concentrating on producing this kind of image, but to encourage creative readings and creative huntings for images, whatever it is that satisfy you. Pornography itself has a lot of subversive material. I don't know how much, as big and the porn industry as Japan has, I don't know how much you have seen. I don't know. And I sometimes would encourage people to take a look off and on, because there are many different materials. I have seen many Japanese porn films, 80 films, that included many subversive material. Material in which gender rules, age rules, social status rules, were all overthrown in the films. Actually, porn films, porn material is notorious for taking existing cultural material and changing it into something very different. It's very notorious for that. And sometimes it's considered to be sacrilegious. It's like you're taking something very holy and turning it into erotic material. So I think in those moments, you also see the subversiveness inside porn itself. It's not that there are certain things that are subversive, there are other things that are not subversive. Sometimes it depends on how you use it, how you manipulate it. それから、2番目の質問だったか、そのタトゥーとか、その浜崎あゆみさんといったような、ああいうイメージというか、そういうものが台湾にもあるか。という質問がありました。でもちろんありますと。それで、だけれども重要なのは個々別々のこういうふうにはっきりと、まあ、タトゥーであるとか浜崎あゆみの絵を見る画面を見ると映像を見るとはっきりとこれはレズビアンだとかっていうふうな形で、見えるようなイメージが重要なのではなくて私が重要だとより重要だと思うのは読み方創造的な読み方であるとか創造的な解釈の仕方創造的な、判定っていうだけどまあ、とにかくもの探すということですね、そういう見方、まなざしであるんです。というのは、台湾は、まあ、非常にこう、なんていうか、例えば軍事訓練のようなプロパガンダの映像が多かったりするわけです。そういう中で男性が裸の姿で出てくるなんていうのはあるわけですけれども、もちろんこうした映像は全く、何もそのポルグラフィックなものがないというか、エロティックなところがないように思えるかもしれないけれども、こうしたまさに同じ画面でエロティックなものを感じる人たちもたくさん他にいるわけですね。ですから、より重要なのは読み方、見方ではないかというふうに思うわけです。それから、このポルグラフィーの本当に特質だと思うんですけれども、それは、すでにある既存の文化的な、資料を使って、マテリアルを使って、全く異なったものをその中から作り出してしまう、あるいは、
秩序的なもの、例えばジェンダーであるとか年齢であるとか地位といったいろいろなその社会的な役割の秩序を反転させたり、逆転させたりするような力がポルノグラフィーにはあって、でそのためにポルノグラフィーはしばしば冒涜的なものだというふうに言われているわけです。このようにいずれにしても私が重要だと思うのは、そのイメージそのものというよりは読み方であるとか、その中にポルノグラフィーの中にある反逆的な性格が、より重要なんだな。Okay, Nemo-sensei's third question concerns the industry. Taiwan doesn't really have a porn industry. Japanese productions are very fine. You spend a lot of time, a lot of capital on it. We copycat. Okay, we just take your film and we multiply and sell. So recently there are people who are starting to shoot their own porn film, but they were very quickly hunted down by the police. If you're interested, you can look up on the net and for that information. I don't think our relationship with the sex industry, with the porn industry, is necessarily a relationship of resistance or opposition. As a sexual subject, my position is, how can I manipulate it? How can I use it to my benefit? How can I use porn material to increase our pleasure and our power? If people are unhappy with the performance of the sex industry for the present moment, and I agree, many times the sex industry has not performed well. It has produced some, you know, very bad material or crudely produced material. But I would turn the question around and ask, instead of asking what the porn industry has done for us, why don't we ask what the sexual mainstream has done for us? The sexual mainstream has done nothing except to hunt down whatever little material we have access to. The sexual mainstream has stigmatized marginal sexualities. The sexual mainstream has silenced people who claim to be gays and lesbians, queers, and transgenders. So if we are so busy hunting down porn industry, I think we should do the same to the sexual mainstream, which controls legal power to control what we have access to. If we're really concerned about sexual agency for women, the sexual integrity of women, we need to also criticize the sexual mainstream, which is dampening our growth and our self-expression. 3番目の質問ですけれども、台湾に起こしたそのポルノインダストリーがあったということなんだけれども、その日本のそのポルノ、まあ、ない、それでポルノ、日本のポルノインダストリー、ポルノ産業の、いろいろなその入ってくるものを複製して、使ったりしていて、最近はその台湾のオリジナルの映画を撮影しようとする人たちも出てきていますけれども、すぐにも警察に捕まっちゃうというような状態になっています。それで、ポルノグラフィーと その関係性について、ポルノグラフィーに抵抗するとか、ポルノグラフィーに対立するとかというふうに皆さんは言うわけですけれども、私はむしろその問題を反転させて、私はポルノグラフィーをどのように操作できるか、私はポルノグラフィーをどのように利用できるか、私はどういうふうにポルノグラフィーというものと向き合うかということを、問いたいです。確かに多くの日本の人も言うように、そのポルノグラフィーは今非常に悪質な、そしてとても肯定できるようなものではない、そういうものも多いということについては私も同意します。だけれども、ポルノグラフィーは私たちに何をしたかということを問うのが重要であると同様に、この性的なそのメインストリーム主流派が一体私たちに何をしたのかということも問わなければならないと思います。支配的なセクシュアリティに関する考え方というのが、どのように性的なマイノリティを、沈黙させ、スティグマ化してきたか。
ということも同様に問われなくてはならないと考えます。I do want to get to some of the questions raised by the audience, but I don't think I can get to all of them, but some of them that I understood. Okay, number one is Taiwanese rating targeted at pornography and not violence. Yes, we do, but most against pornography, not much against violence, or else you won't be able to show Arnold Schwarzenegger or Sylvester Stallone. The laws are mostly targeted at so-called obscenity. We also use that term. In legal terms, we don't talk about gender inequality in relation to pornography. It's always obscenity. And the Taiwanese judges have a very simple understanding of what obscenity is. It's when you see a certain spot on the body. One, two, three. Three spots. So if you show the three spots, that's obscenity, that's porn. If you did not show the spot, fine. So nowadays, like I showed a picture where they put two stars here. You can do that and you escape the law. So it's very strange that the law would deliberately focus people's sexual pleasure to the three spots. But actually, I believe our sexual possibilities are much wider than that. で一つはその裁判でのレーティング制度というか指定制度というかレーティングが一体そのポルグラフィーだけなのか、暴力については暴力映画とかそういうものについては映像についてはどうなのか、確かにそのあります。しかし、その規制はもっぱらポルグラフィーに あります。で、裁判官の、まあ、法律用語ではわいせつというふうに言って、ポルグラフィーというよりはわいせつという考え方が重要なんですけれども、その場合には今身振りをしていらっしゃったので分かると思いますけれども、わいせつというのは、まあ、乳首とそれから2つとそれから性器のところ、この3つの3スポーツだけを隠せばわいせつではなくなるというような単純な考え方を持っている。しかし私たちは自分たちの性的な快楽というものがそうした3つの、場所に限られていないということは、まあ、よく皆さんも分かると。One person in the audience mentioned that there's a big difference between, in Japan, between people who were born in the 1960s and the later generation, and he asked whether Taiwan has such a generational difference too. Yes, we do. I believe the Taiwanese sex revolution was taking place all through the 1980s too. And that has a lot to do with the turbulence in our society. Martial law was lifted in 1987. So between the years early 1980s and late 1980s, things were bubbling, things were moving, changing. Taiwan was going through a process of self-transformation so that it could handle the industrial upgrading that it needed, the internationalization of finances and all that. So 1980s was transitional period where many things were happening, but people didn't have a name for it. They know that things are changing, that a lot of people are having extramarital affairs, that there were many, many love motels everywhere. QK was very popular. I don't know if you should do that too. I thought that was a Japanese term. Anyway, so it was very popular. A lot of things were happening, but people didn't put a finger on it. It's feminist sex radicals who came up and said, this is a sex revolution that is happening. Things are changing, our world is changing, and we're hoping for more opening. At least discursively, we need more room so we can talk about sexual things. So there is a period of change. Do we have room, more room to talk about sexual things after the lifting of martial law? Yes and no. Yes, in the sense that publications are now enjoying a little bit more freedom. No, because after the lifting of Taiwanese martial law, Taiwan society moves into a general direction of being very bourgeois, middle class. You know, they don't want local things anymore. They want higher up things. The local things will have to be upgraded to, you know, like a museum item. I remember in early 1990s, there was a trend in Taiwan where everything in a folk life, like an old umbrella,
or a traditional umbrella suddenly becomes the main decoration in middle class families. And you can see the women's groups also changing. They used to be marching the streets demanding more opening, and now they're moving through the legislative yuan demanding more laws so that they're not too much opening. So there is a difference after the lifting of martial law. I think there is more room, but there is more restriction too, depending on who you're dealing with. それから、もう一方 の, あのコメントという質問は、日本にはそうしたその性意識や性行動で1960年代を分岐線とするあの変化があるわけですが、台湾にも似たような世代の違いというのがあるでしょうか。あります。でそれはあの1980年代がやっぱり重要なんで、戒厳令が1987年に解除されてたことが大変大きなその変化、まあ、政治的な変化だけじゃなくて経済的にも工業化が急激に進んだり金融センターとして の, その発展というのが見られたりという具合で大変大きな激動期を80年代に迎えるわけです。この移行期をどのように呼ぶかというのはまだその、まあ、当時は少なくとも名前がないとかどういうふうに呼ぶか分からなかった。で、まあ、性的なあのセクシュアリティの面では例えばその婚姻外交であるとか、それからまあラブモデルであるとか、まあ、休憩とおっしゃってましたけれども、そうしたその文化っていうのがすごくこう増えてきて、すごく大きな、広がりというものが見られたわけです。で、少なくとも言説の上ではそうでした。でそれで今から振り返って、この戒厳令が解除された後、より多くの自由が得られたかというふうに問うならば、イエスのでイエスの部分というのは何かというと、まあ、よりそのあそう出版物におけるその自由というのが、得られたことは、これはイエスというんでしょう。しかし、ノーという部分もあって、でそれはどういうことかというと、台湾社会がこの時期を機に非常にこうブルジョワ化し、中産階級の富裕化というのが、まあ、起こって、まあ、土着の文化というものを低く見て、むしろその海外の文化というものを高く評価するような空気というのが出てきたことがあります。例えば90年代の初期には、その地元の台湾風 の, その、傘というのが中産階級の中ではそれ土着 の, なんの 民芸品のようなものを、まあ、デコレーションに使ったりというような風潮もありました。で女性グループについて言うならば、当初は街頭に出て行進をし抗議をするということが主だったのに対して、次第に女性グループは法律、立法を求める、法律を求め、規制を求めるようになってきた。でそういう視点からすると自由が制限されてきているというふうに思います。The last question that I would address, somebody asked the question whether all regulation, all control is repressive. Is repressive for sexual agency. I'd like to answer that question by answering another question, which asked if porn is open to any kind of, if porn is open to any kind of reading, or is it limited by the social context? I don't believe the reading of porn is limited to social context only. Don't forget, I believe in the unconscious world. But I don't think the social context can dictate what our sexual fantasies are like or how we read porn. You never know how people think if you don't give them a chance, if you don't give them room to talk about it. Two, instead of talking about pornography as if it were a specific kind of production that the only way to talk about it is to regulate or to not regulate. Instead of talking about porn in those fashions, I'd like to propose a different way of looking at porn. That is, can you look at porn as the cultural artifact of those people to whom their sexual identity is their key form of identification? Which means sexual minorities treat porn as the Aborigine tribes treat their folklore or their folk music. You think comparing pornography to folklore or folk music is unthinkable?
then that means you're probably treating sex very differently. While sex to me is just one part of life, it's not a specific matter, it's not a particularized matter. So to talk about pornography as if the only way to treat it is to regulate is to ignore those people who depend on porn, who depend on sexual matters for their own identity. There are people who would claim their sexual identity before they claim their gender identity. If you don't know them yet, you need to get to know the gays and lesbians and queers and SMers and many others. You need to know them. They are among us. They haven't been able to talk to you yet. And killing pornography, regulating pornography, telling all people what they should see or should not see is to ignore the voice of these sexual minorities who need porn to sustain their culture, to consolidate their identity. その次の質問なんですけれども、この質問は、あらゆる規制が、ポルノグラフィーに対するあらゆる規制が、性的な行為主体を抑圧するものであるかどうかというものです。で、私はこの質問をもう一つの問いに重ね合わせて答えたいと思います。一体ポルノグラフィーというものはどのような読み方にも開かれたものであるかどうか、それで、2つの答えが言われたんですが、1つは、私はポルノグラフィーが、いろいろなその読み方に開かれているということを、信じていると、その無限に開かれている。で、だけどもちろんそれは社会的コンテクスト、社会的文脈によって、全く限定されていないというのは、これはファンタジーの世界だけに限っての話です。ファンタジーの世界について私たちはあまりにも知らなさすぎているので、これについてさらに考えていく必要があるけれども、少なくともファンタジーの世界では、開かれている。2番目のステートメントですけれども、それはポルノグラフィーというものはいつも規制されるべきか否かというふうに問題を立てられてきていますけれども、そういうふうに考えるのではなくて、むしろそれが性的アイデンティティこそはその人のアイデンティティの基本にあるというような人々の、文化的な、工芸品というか、文化的な構築物、文化的な工芸品のようなものだというふうに考えたらどうかなというふうに思うわけです。例えば、台湾には原住民族がいますから、原住民の人々は、自分たちのフォークロア、民族音楽というものが自分たちの生き方、生活様式、アイデンティティの基本になっています。それと同様に、性的なマイノリティにとって、こうしたそのポルノグラフィーは自分たちのアイデンティティを発露するために重要な、要素だというふうに考えたとしたらどうでしょうか。もしポルノグラフィーをそういうふうに規制すべきか規制すべきじゃないかというふうに考えるならば、セクシュアルライフ、性的な生活というものを、非常に特殊なものとして考えるということにもなるでしょう。私はそうは思いません。性的な生活というものは生活の中の一部にしか過ぎないわけです。他の生活や活動と同じというか、特別なものではないというか、ただその部分がある特定の性的マイノリティ集団にとってはアイデンティティの基本になっているということが あるわけです。で、そういうことを考えると、そしてポルノグラフィーはそうした人々にとって重要、ゲイ、レズビアン、それからトランスジェンダー、その性的なマイノリティの集団にとってポルノグラフィーというのが重要だとするならば、それを規制したり規制 しなければいけない、あるいはすべきかというのを議論するということは、この人たちのアイデンティティの基盤を傷つけるというか、それを無視することになるのではないでしょうか。質問、もう一つ質問があるとおっしゃってるんですが、答えたいとおっしゃってるんですが、25分過ぎております。どうしても時間がお急ぎの方はこのままご退席ください。それで五国寺に近い南門というのは9時になったら閉まりますので、正門から出て行ってください。それから一番最初に言った注意をもう一度繰り返します。これから4回全部教室はここです。
それからセミナーの受講証をいただきたい方は次回から受け付けます。それでは先にお帰りになりたい方、どうぞお気をつけてお帰りください。ご出席ありがとうございました。 Please go ahead. Oh, I only have one last remark today. I think whenever we talk about porn, we always think about the gender oppression that women have suffered, and rightly so. I believe, yes, we need to think along those lines, but at the same timeI think we need to think about the sexual deprivation that women have suffered if we keep on this kind of hunting down of pornographic material or pornographic discussion. So, and I think this will introduce my lecture series very well, because I want to put gender and sexuality together but also separate at the same time in presenting the issues I'm going to talk about in this lecture series.最後なんですけれども、ポルノグラフィーが、ジェンダーの局面での抑圧をもたらしてきた。で、その中で女性が苦しんできた。それは本当だと思いますし、私はそれを否定しません。で、重要な局面だと思いますが、同時に重要なのは、女性が性的な剥奪を被ってきたということではないでしょうか。で、こうしたその性的なセクシャルディプラベーション、性的な剥奪の部分についても同時に取り扱っていけない、いかなければならないというふうに考えています。で、今日お話ししたことをがちょうど私のこれからあと4回ある、講義シリーズの、とてもいいイントロになったというふうに思います。私の講義の中ではジェンダーとセクシュアリティが両方とも一緒に、しかし、それぞれ別々にというか、取り上げられることになります。どうもありがとうございました。何かコメントございますか、ずっと。いろいろ手短に。いや、はい、どうぞ。手短に。はい。一つは、まずリアリティとイメージっていうのをそんなにかなりはっきり分けて違うものだっていうふうにした、図式っていうのは、ちょっと、いろんな意味で今検討中で、一番自分のテーマで、オブジェクションがあるんですけど、ちょっと、ここで述べるような。述べるようなあれではないので、それから消費する男性が一応ターゲットにしていて、消費する男性と消費しない男性っていうのの対立構造がもちろんあるとは思ってますっていうなどありますが、時間がないので、はい、それでよろしいですか。ごめんなさいね、時間がないから多分気持ちの中には残りになったものがあるかと思いますが、またぜひともご登壇ください。それでは非常に長い時間皆さん、熱心にご参加いただきまして本当にありがとうございます。ジョセフィン・ホーさん、ありがとうございました。どうも。それではこれで終わりにいたします。どうぞお気をつけてお帰りください。また来週お目にかかります。終わりにいたします。